クラウス・アロフスは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、MF、FW。実定のトーマス・アロフスも元サッカー選手。1975年に、ホルトゥナ・デュッセルドルフで、選手キャリアをスタート。1981年には、1、FC ・ケルンへ移籍、フランスのマルセイユやボルドーを経て、 1990年にブレーメンへ移籍し1992年に現役を引退した。クラウスはブンデスリーガ通算424試合に出場し177得点を記録した。得点記録は歴代7位、デュッセルドルフ時代に記録した71得点はクラブ歴代最多記録である。1979年と1985年には ブンデスリーが得点王を獲得、現役時代に4度の DFB ポカール制覇。1992年にはブレーメンの一員として UEFA カップビーナーズカップ制覇に貢献した。西ドイツ代表としては1978年10月11日のチェコスロバキア戦で代表デビューを飾る。1980年の UEFA 欧州選手権1980優勝。 1986年の FIFA ワールドカップメキシコ大会準優勝に貢献するなど、国際 A マッチ56試合出場17得点を記録した。現役引退後は1998年から1999年まで、ホルトゥナディッセルドルフで監督を務め、1999年から2012年まで、ベルダーブレーメンのスポーツディレクター及び、ゼネラルマネージャーとして活動した。 2012年11月15日、13年勤めたベルダーブレーメンを対談し VFL ボルフスブルクのゼネラルマネージャーに就任。2016年12月2日に同クラブを対談した。クラウス・アラフス。 フスブルデイトン、http コロンスラッシュスラッシュ www.fusballldaten.de スラッシュ spieler スラッシュ a l l o f s k l a u s スラッシュ1999スラッシュ2017年1月6日閲覧 gold.com。長谷部ウォルフスブルク、当面は暫定監督で続行か 2012年11月16日へ閲覧。ありがとうございます。